授業準備 TV のゆめのんです。秋は運動会の季節ですね。運動会といえば学年全員などで行う踊りの演目も一つの醍醐味。成功させるために日々練習に励む先生方も子どもたちも多いと思います。ただ踊りの中で体型作りで悩んでいるという先生も多くいらっしゃるのではないでしょうか。さまざまな形を考えるのは難しいですよね。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた運動会の踊りの時に役に立つ表現の体型を6つご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。投稿者の先生が取り上げている6つの体型を順番に特徴やメリット、デメリットとともにご紹介します。1つ目は正面向きで5列になる最もスタンダードな体型です。この体型は演目のスタートに向いています。正面向きに列を作り、リーダーやサブリーダーが先頭にいるので、踊りが苦手な子どもも安心して踊れるのがメリット。保護者の方からは後ろや真ん中の子どもたちが見えにくいというのがデメリットだそうです。2つ目は正面や後ろ向きに三角形を作る体型です。この体型は演目のスタートや途中の体型に向いています。これは1つ目の体型よりも少しかっこよく見える上に、どの子どもたちもそれなりに保護者の方から見えやすいというのが特徴だそうです。3つ目は20円の体型です。この体型は全体の見栄えがよく、演目の途中や最後の体型に向いています。ただ一人一人だと保護者の方から見えにくい子どもたちも出てくるそうです。4つ目は全員で大きな円になる体型です。これは保護者の方からも子どもが見えやすいというメリットがあり、演目の途中や最後の体型に向いているそうです。さらに5つ目は半円になる体型です。こちらも保護者の方からは見えやすく、後ろにいる子どもも前の子どもを見ながら踊ることができるため、おすすめの体型だそうです。最後の6つ目はオリンピックのマークの体型です。綺麗に並ぶのが難しく、保護者の方からは見えにくい子どもも出てきますが、綺麗に揃った時は非常にインパクトがある体型だそうです。上手に活用できると演目のクオリティをさらに高めることができそうですね。いかがでしたでしょうか。今回は運動会の踊りの時に役立つ表現の体型を6つご紹介しました。どの体型もそれぞれメリット、デメリットがありますが、うまく組み合わせて使っていくことで運動会がより一層楽しくなりそうですね。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。